そもそも創業融資とかって受けられるもんなんですか？はい、受けられるんですよね、はい、生じた利益の中からしっかり返済していきますよっていう、ね、まあ、そういう事業計画にするべきであって、はいはい、スタートアップ融資相談室。はい、皆さんこんにちは。スタートアップ融資相談室、ガゼルキャピタルの近藤です。この番組はヘンゲさんとイニシャルさんにスポンサードいただいております。いつもありがとうございます。今回はですね、スタートアップ融資虎の巻第4弾ですね。実際に起業直後に銀行融資をどうやって受ければいいの、そういったところについてですね、はい、詳しく教えていただければと思います。はい、前回の動画で、まあ、融資と出資の違いでしたりですとか、はい、補助金との違いとか教えていただき、実際融資自体はスタートアップ以外も含まれるとかっておっしゃってましたけど、 40% ほど融資をこう引き出すことができるっていうふうにお伺いしたんですけれども、はい、なんか私全然イメージが違ってまして、はい、銀行から融資を借りるのって難しいと思ってました。難しいポイントなんですけれども、はい、日本の創業融資制度ってすごく充実をしてまして、はい、売上が立ってない、またはまだこれからというような場合であっても、創業期の融資っていうのは借りれるケースがあるんですね。はい、一方でそこで一回借りると、今度はやっぱり足元のトラクションとかっていうのが重要になってくるんで、スタートアップって創業初期から検証を回しながら PMF に向かって、で、やっと売上が立っていくっていうような新しいビジネスモデルにチャレンジする事業体なので、創業期の融資は借りられるんだけど、はい、その次がなかなか続かない、あるいは難しいっていうのがスタートアップ融資の特徴なんですよね。はい、だからこそ、やっぱり創業期の融資っていうのはすごく重要になってくるっていうか、そこでしっかり借りられると、検証が1回転2回転多く回せるとか、様々なメリットっていうのが出てくる可能性があるので、はい、創業融資をですね、しっかりやりたいですよね、ということなんですよね。虎の巻を通して、はい、創業融資だったり、まあ、融資全体をこうハックしていきたいなと思うんですけども、はい、そもそも創業融資とかって受けられるもんなんですか？はい、これですね、受けられるんですよね。はい、実際どういったところが見られてるとか、はい、どういったポイントがあったりするんですかね？はい、創業期の融資のポイント大きく分けて3つありまして、はい、1つ目が自己資金、はい、2つ目が経験、3つ目が事業計画、この3つに大きく縛られます。はい、自己資金というのは代表者の方が、この事業のために準備してきた資金のことを自己資金っていうふうに呼んでるんですけれども、例えば資本金だったりとかって会社で登記するんですけど、はいはいはい、まあそれがまあ一つ当たりますと。代表者自身が準備してきた資本金だけではなくて、はい、他にも前職までのこう職歴を通じて、どうやってこう資産形成されてきたかみたいなところというか、資金的なこう準備、もし限りに企業がうまくいかなかったとしても、路頭に迷わないように資金を準備してきたみたいなところっていうのも意外と見られてまして、はい、これが直接自己資金として評価されるわけではないんですけども、はい、例えば解約権利金付きの保険に入ってるとか、上場株を持ってるとか、はい、投資信託たくさん積んでるとか、はい、換金可能な暗号資産があるとか、ストックオプションを持ってらっしゃるとか、そういうものとかっていうのは資産背景がしっかりしている方ほどちゃんと返してくれる傾向にあるねっていうことで、余裕資産としてですね、プラスで評価してくれたりすることがありますと。まあそういったことを総称してですね、資産背景みたいなところっていうのがポイントになってくるかなと思います。はい、すごく意外でした。お金が量だけ見られてるのかなと思ってはいたんですけど、うん、はい、代表者の方がどれだけちゃんと企業に向けて準備してきたか、はい、行き当たりばったりではないかっていうところを金融機関としては見たいわけなんですけども、いきなり消費者金融からポンって借りてきて、それでわーってやるっていうところだと、金融機関も心配になっちゃうんで、はい、なるほど、そうじゃなくてきちんとね、稼いで資金貯めてきたみたいなところが見えると、金融機関的には結構安心と。いうところが貸しやすいっていうところが自己資金に関してはあるかなと思います。はい、二つ目に挙げられておられた経験って、はい、すごくアバウトで、じゃあどういう経験が評価されるのかみたいなところはまだわからないんですけど、はい、どういったものなんですか？簡単にですね、これから起業する領域において必要な、まあ、能力、知見、まあ、ネットワーク、そういったものをそれまでの職歴を通じてきちんと培ってきているかどうかっていうのを見てます。これから起業する事業に関連した経験っていうのですね。まあ、日本接続金融公庫だと始業経験とかって呼んでるんですけど、はい、その始業経験がどれぐらいあるかっていうところをよく見ていると。
ということになりますね。すごく分かりやすく言うとですね、弁護士さんとして20年ご経験がある方が起業するんだけど、はい、フランス料理やります包丁は握ったことありません、はい、シェフはこれから探しますみたいなことだと大丈夫かなってなっちゃうかもしれないんですけ ど、はい、そこがですね、20年のシェフで三つ星のお店で働いていてチーフやってましたみたいなことだと、うん、大丈夫じゃないかなっていうふうになる。まあ、例えばそういうことですね。経験の他にもですね、代表者の方の属性という意味で、経歴っていうところにこうインクルードされてくると思うんですけれども、はい、CIC と呼ばれる、いわゆる個人信用情報みたいなところがですね、はい、実は結構ポイントになってきまして、例えばクレジットカードの支払いの履歴であったりとか、はい、まあ、カップ払いですね、なんかローンを組んで買ったとかいうような場合のその返済ぶりの履歴のことを個人信用情報って言ってて、こうまあ JICC とか CIC っていうまあ個人信用情報機関っていうところが管理しているんですけれども、はい、この履歴にですね、怪しいところがあると、お金使いとかがルーズなのではないかみたいなことでですね、借り入れの時にネガティブになってしまうと。で、この個人信用情報っていうのを、例えば日本政策金融公庫から借りようっていう時には、この申し込みをした時点で、その裏側でそういったチェックが行われてるんですね。はい。どんなに事業計画が素晴らしくて、どんなにいい経験を積んでこられた方でも、個人信用情報に移動ってですね、異なるに動くって書くんですけど、移動が明らかに過去5年の中でですね、残っていたりして、それがまだ返済されてないということになりますと、まあそういった借り入れの返済の方がですね、回収優先されてしまうので、自分が貸したお金が返済に充てられちゃうみたいなリスクも当然あるわけなので、貸せませんよねっていうふうになっちゃうんですね。はい。はい。そうすると、せっかくいい準備他にしてきたりとか、いいチャンスがあって、いきなりこう起業したケースとかでも、ちょっとネガティブに働いてしまったりするので、ぜひ起業する前にですね、はい、心配だなっていう方はですね、はい、CIC と検索して、自分の個人信用情報をですね、確認いただくといいのかなというふうに思います。あとですね、結構海外赴任を経験された方とかだと、はい、金遣いが荒いわけじゃないんだけど、転勤をしたら日本の口座にお金が入ってなくて、はい、自分の気づかないうちに金融事故になってたりするケースとかがあったりするんですよ。なので結構海外経験がある方とかは、ちょっと注意した方がしますね、水道代とかガス代とかそういうところもなんです。そうなんですよ。その海外経験がある方って、日本政策金融公庫の審査過程の中で初支払いぶりの確認みたいのが生じるケースがあって、それ例えば家賃とか携帯代とか電気ガスとか水道、こういったライフラインの支払いの履歴が3ヶ月以上しっかり日本国内であるみたいなことが、はい、確認できるかどうかっていう、そういうプロセスがある場合があるんですね。で、そのプロセスが発生する場合に、海外からこう帰国して直後に起業するみたいなケースとかだと、ちょっとその確認が取れませんみたいなことで、申し込みができなかったりとか、ストップするみたいなケースもあったりするんで。あと、学生の方とかですよね。で、起業して融資受けたいみたいになった時に、実家ですと。全部親の名義ですと。はい。いうようなケースとかだと、なかなかそのライフラインの確認取れないので、そもそも難しいかもしれないですね、みたいなケースっていうのが生じるケースがありますので、意外とここの初支払いの確認とかっていうのもつまずきポイントだったりはしますと。それで最後が、はい。事業計画でしたか？はい。以前に融資と出資のね、比較をさせていただいた動画があったと思うんですけど、基本的にこう VC さんに提出する計画って、市場が大きいところをね、しっかり見せに行くっていう、そういう事業計画になろうかなというふうに思うんですけど、融資の方は安定的に継続的にしっかり返済してくれるっていうことを望まれているというか、はい、まあ、そういう金融商品なので、うん、安定的継続的なですね、着実なこう伸びができて、生じた利益の中からしっかり返済していきますよっていうね、まあ、そういう事業計画にするべきであって、 J カーブを掘ってですね、売上立つの2年後です、黒字化4年後ですみたいなことだと、はい、その間をねエクイティで埋めていく前提には当然なるんでしょうけども、なかなかそういう計画だと融資とは会いにくかったりしますので、まあ、割と計画上はですね、ネガティブケースといいますかね、いくつか引くこう事業計画のうち、まあ、最も補修的で早めに黒字化して、はい、できるだけこう自己資金の再投資という形で事業をやっていくような、で、かつその元金の返済がですね、自社のキャッシュフローからできるような、まあ、そういう事業計画にしていく必要というのが融資の場合はあるかなと
というふうに思います。同じものを VC と銀行で出したらダメとかっていうのも言いますもんね、うん、そうなんですよね。それはいろいろ賛否あるんですけど、はい、まあ、基本的にはいくつかある事業計画の中で一番強気なものを VC さんに出したとすれば、融資に関してはその一番ネガティブプランみたいなものをこうリバイスして出す必要があるのかなというふうに思いますというところですかね、はい、ありがとうございます。今回はですね、創業期にこう融資を受ける方法について詳しく教えていただきました、はい、次回は実際に私であったりとか、はい、視聴者の皆さんが受けられるかどうかみたいなところをより詳しく、うん、そうですね、教えていただきたいなと思ってます、はい、まあ、融資受けやすい方、はい、受けにくい方ってね、スタートラインでどうしてもあったりするので、なんかそのあたりをこうクリアにすることによってですね、意思決定の助けになればなと思います。ありがとうございます、はい、この番組が良かったなと思う方はですね、グッドボタン、コメントでしたり、あとはチャンネル登録も忘れずどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画で、さよなら。スタートアップ融資相談室、赤林さん、シード期のスタートアップあるある教えてください。はい、調達直後にいきなりバーンレート爆上げしちゃうケース、結構後々きついんで慎重にお願いします。すいません。